こんにちは、かんちゃんです。こんにちは、かんちゃんです。はい、ももかです。久しぶりのコラボですね。イエーイ。だってこっちの動画もかんちゃんあんま先に出てないっていう状況であるから、この間理由聞いたところちょっと今すごく流行ってる企画があるんですけど、はい、バター丸々1個出た。ほう、普通のケーキ作るんでしょ。まあ、ホットケーキ、ホットケーキ、パンケーキ、パンケーキ、パンケーキ、ホットケーキ、どれくらい使うの。え、入れないです、ホットケーキにバターなんて。え、そうなの。はい。え、そうなの。マジ、俺らお菓子作り全然知らないもんね。生地の中に入れます。あ、そういうことなの。焼くときにフライパンデロデロになるとかじゃなくて、生地に全部入るの。はい、甘いの好きなので、ちょっとすっごいパンケーキになりそうだね。スイーツ系に、スイーツ系っていう感じで、はい、生地の中に丸々1個バター入れてホットケーキを作ったら、どんなホットケーキになるのか作ってみんなで食べたいと思います。これはいいや、クマバターそんな好きじゃないじゃあ作りましょう。はい、作りましょう。じゃあ、あ、はい、200g で卵1個、牛乳 140ml。 あんたさね、ツイツイツルルの測りたいの、測りたいの、140ml。 進撃ね、テルルルアンデサンディーズリスインディシーノーテリリッティ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 ッ。バターは 200g です。まあ、レタ普通のホットケーキの作り方でいって、バター1個足す感じでしょ。それに合わせて調節はしないです。何でもいいこと聞きます、先生。卵割るの得意な人いますか。得意も何も得意とかじゃないでしょ、それ。うわー、かっこいい。卵1個でいいの。はい。やってみかせよ。ただもかつやな。最後ピョンって。いきまーす。ほう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 。ちょっとかつやのチャンネルでクマの見た目ってさ、結構危険だよね。は、何がやねん。よく考えたけど。めちゃくちゃ可愛いじゃないかよ。いよちゃんです。めちゃくちゃ可愛いじゃないか。じゃあ粉入れてもらっていいですか。入ってください。ちょっと立ちすぎないクマ。え、なんでちょっとずつちょっとずつ行ったし、今じゃないよ、ドカン行ってるよね、今。ちょっとずつちょっとずつ行ったし、今。これで生地は完成です。なんですけど、また1個入れます。イエーイ。どう入れん。先に火にかけて溶かしてから入れて混ぜようかなって。バター丸々1個使います。使います。すごい。かじってみましょう。じゃあ入れます。ああ、まあ、火強すぎだよ、焦げるよ。はい。お、早い早い早い。弱めでいいと思うね。はい。で、バターも焦げちゃうから、一番火弱くて焦げるよ。かつやくん、実はかつやー。びっくりした。もう久しぶりに。なんでびっくりされたけど、なんで後ろに。イエーイ、いける。バター丸ごと1本こんなやるなんて、バトゥ贅沢ですよ。バトゥバトゥ、こんな液体なんですね。違うよ。違うね。ちょっと水分多すぎてどうなるか。バトゥ、いや、水分も何もこれ全部バターですよ。どうなるんだろう。バトゥ、じゃあ予想タイムいく。ふわふわになるか。どうなると思います。いや、なんかすっごいね、わかんない。ベトベト。いや、ワンちゃんベトベトじゃない。いいんじゃないですか、入れますよ。いける。はい、いいよ。はいはい、はい、いらっしゃい。あ、ストップストップ。うわ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 、全部いっちゃいますか。ゆるゆるになったじゃん。うわー、あ、でも馴染みますね。馴染バター。え、馴染んでなくね。え、馴染みます、ほら見てください。馴染んでる、馴染んでる。あ、いい。うわお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。やるじゃないか、カツヤ。カツヤ、やらないんです。最近すごい。最近カツヤが勝ってるとかよく見る。うん、最近カツヤ。はい。なんかさっきとそんなに質感変わんないね。これ油このまんま、せっかくだし。そうだ、そのままいけんじゃん。いけますよね。いっちゃいましょう。ここは慎重にお玉でいきます。入れます。うわー、おっかねえなこれ。え、でも一見わからない。え、待って、焼くときそんなとろ火でいいの。わからないです。おい、てかさ、よく考えたけど、そんな油まみれだったら広がっちゃうんじゃないの、油で。ね、下に垂れてるんですけど。おじさん、おじさん、おじさん、頼むよ。ちょっとセーフ。垂れてる、垂れてる、アウト。垂れてる、見ろよ。垂れてる、これ見ろよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。なんか、できそうな予感。はい、これに任せてみろって。すっげーパーさんのニュースになる。任せてみ。こう見えて、俺、お姉ちゃんがやってて見てたことあるから。
おお、強いな、それ強い。何も覚えてないけど、もう経験者回しとけ。目が物を語るから、ケーキ屋さんで働いてたのと一緒だから。そう、行っちゃってください。え、マジ行こう、行こう行こう行こう。オムレツ。オムレツになっちゃいましたね。取り返した、取り返した、取り返した、取り返した。見た目がやっぱ違う。あー、いいね。いいね、いいね。いいじゃん。お、いいね。お、こうやった方がふっくらするんですよ。そうなの。はい。油敷いてないのに。ね、油敷く必要がないの。いや、そうだね。これ生地の中のバターのおかげじゃない。うわ、いきます。はい、いいですか。うわー、よっしゃ、できた。ほら、できた。あ、ちょうどいいじゃん、焼き具合も。イエーイ、気持ちいい。ちょっとしみかったし、待って、弱火にします。俺の仕事終わったから、あと適当にやっといて。1時間後、熊と勝也が焼いたのがここ。いいんじゃない、いいんじゃない。早く早く、勝也。ふっくらしてんじゃない。おぉ、入った。入った。上手。おめでとうございます。うわ、ありがとうございます。美味しそう。皆さん、ご完成いたしました。うぅ、よし、勝也、食おう。ホットケーキ食べたら元気になりますよ。うわぁ、こんな感じで上手に焼けましたよ。ほら、俺メープルシロップダバダバで食いて。あと、ここに僕が間でオムレツにしちゃったやつが一つ。切り分けていいですか。どうぞ。切り分けシーンは私が取って全然よく。せっ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 せ。4等分でいきますか。はい。うわっ、スッてナイフが入ります。確かになんか生地いい感じに見えるよね。ね、絶対美味しいじゃん。いや、これ結構多分ジュワ系じゃない。本当ですか。口の中にバターの香り、ジュワ系じゃない。バターの香り。じゃあ食べちゃいましょう。はい、メープルシロップかけますよ。メープルシロップがないと思う。うー、たまらん。あ、やばい、とろける。とろけてはいない。うん、別にとろけるもんじゃない、うん、とろけてるものをかけてホットケーキだ。いやー、疲れた。いただきます。いただきます。いいの。どう。うまっ、もう美味しい。これうわ、びっくりポン。あ、うまい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 。うわ、これ美味しい。あ、うまいうまいうまい。太るやつ。うん、なんかすげえバターってわけじゃないね。ふわふわとかじゃあ、しっとりカリカリがある。クッキーだ。これ、うん、ズッキーニ。クッキー、チョコソースもかけましょう。イエイ。俺食べれない。いけますよ。いや、俺もういいわ。俺無理。見て、じゃあチョコシロップバージョンいただきます。はい、高級スイーツって感じがします。だってさ、バターたっぷり使ってるからね。贅沢ではありますね。もうホットケーキじゃない。いただきます。うん、チョコかけたって感じ。ホットケーキじゃない、なにこれ。チョコクッキーみたいな感じする。うわ、口の中すっごいわ。どうでした、和也さん。超しっとりホットケーキ。10点中何点ですか。味的には普通のホットケーキより好きです。うわぁ、なので 82.5 点。知ってる、知ってる、聞いてたよ、カツヤさん。僕は普通のホットケーキが100点だとすると 110 点。普通のホットケーキプラスアルファバターで10点ってことですね。なるほどね。なるほど。でも俺ちょっとね、これ多分1人前食べれない。美味しかった、美味しかったけど気持ち悪さが来ちゃってる。うん、そう、俺も気持ち悪くなっちゃった。76点。おー、よかったね、カツヤ君幸せそうで。想像してたよりも意外とホットケーキができました。できたね、固まったし。そう、できないかとも思ったんですけど、うん、まあこんな感じで。はい、楽しかったね。楽しかったです。なんか最近カツヤとかなんか他のメンバーとかいっぱいいるんですけど、まあ基本的にキョンコマチャンネルでみんな出演してるんですけど、同じメンバーではないんですけど、うん、こうやってもう一緒に生活共にしちゃってるんで、これからもちょくちょく出たりとか、なんかコラボとかでもないのに一緒にいたりとか、まあ、遊びに行くだって、この間ディズニー行くだって全員一緒なんで、まあ一生共にする友達だと思います。みんな楽しいです。だからこれからもこうやってちょくちょく動画映ったりするし、勝也くんがなんか海外行って出れないとかいう時もあったんですけど、全然もう普段通りワーキャしてるんで、はい、映ってなくても実は家にはいるみたいなのがしょっちゅうですよ。はい、うん、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この動画が美味しそうだなって思ったら、ジャッカル TV ガッチャイバージョン、これがやりたかったんだよ。